んにちは。これからサマステ？どういうこと？サマステは今週末かな。こんにちは。広島暑いよ。寒い。朝起きてさ、寒かった。麦、二つ葉の麦もし、フルーツポンチありがとう。タカ、メルヘンベアありがとう。よいしょ。アーニアシーフルーツポンチ、フルーツマンじゃない、ギターさんありがとう。タカ、メルヘンベアもう一個ありがとう。こんにちは。広島雨？そうなん？聞いてない聞いてない。暑い、確かに冷房つけよう。飽きた時寒かったんだよ。にゃん、雨じゃない、雨予報とかない、しばらく。悲しいぐらい悲しいぐらい雨予報とかないです。とりあえず日焼け止め塗って眉毛描いとくか。夕立？夕立もない。広島はね、異常気象はあんまないですよ。私がふあのマラソンした時ぐらいかな。ピエンピエン。リコチからおはようメールを送りなさいって LINE が来てる。ありがたい、ありがたいけど今は無理。そんな気分じゃないんだよ。せっかく送ってくれてるけど。おはようメール、まあ気分じゃないんだよね。ごめんなさい。なんだっけ、あ、そう、このね、日焼け止めが子供用のやつなんですけど、 SPF30 なんですけど、ちょっと低めなんですけどね、
めっちゃつけ心地がいいんですよ。日焼け止め特有のキシキシ感とか、お風呂で落ちない感じとか、なんか服が白くなったりとか、あれがないからもう最高。塗った方が体サラサラになる。あのベタベタ、汗のベタベタの上に塗るとこっちの方がサラサラになるレベルで、サラサラになるんで、マジおすすめです。まあ、持ち運びできないけどね、このポンプ式だから。家から出るときはこれを塗ってる。 SPF30 でもまあ出勤するぐらいだったらいいでしょ。こんにちは。そう、子供用だから、そうそうそう、お肌にね比較的優しいかなって思ってます。12時まで配信しよう。日焼け止め大嫌いなんだよね。こんにちは。眉毛描いてどこまでできるかな、あと5分で。今日も可愛いよ、可愛いね、ありがとうございます。よし、私カラオケボックスにさ行ってさ、葵ちゃんとかと、どうしても君が好きだを歌う夢見たの。やばくない？好きすぎでしょ、どうしても君が好きだのこと。カラオケ行く夢とか久しぶりに見ました。こんにちは。オシリンが卒業発表した。あら、まあそうなんだ。そうなのか、知らなかった。またね、またね。え、栄ロッキー、え、クマちゃんぐらい、レオナさん結構減ったね。ね、
チーム員3人になっちゃう。え、チーム員のメンバーがってこと？そもそも16人いたのに。嘘でしょ。どういう状況？え、16人中、あ、ロッキーがね、あ、ロッキー3人、あ、3人いるんだ。お、59分だ。あ、ナッキー、もう酒屋ロッキーが一番上ぐらいの感じか。カリンゴサマステ見に行くね。ありがとう、マジで日焼け対策してきてね。日焼けで、あの、日焼けの何が嫌って焼けることじゃなくて、赤リンゴ太陽、まあ、焼けることもですけど、次の日のダメージが結構ありますね。こんにちは。こんにちは。スタイル。猫。てかさ、ティフの次の日とか動けないね。もう今日は動きたくないもんな。お台場広電で行けるんです。広電で行けた。なんか行けた。わかんないけど。というわけでそろそろ終わります。皆さんも暑さに負けず頑張ってください。私も頑張ります。しおりん、ようかの、かなぶん、おてもちゃん、さや、りすけ、まさくん、けんちゃん、かんちゃん、あおによし、むきもし、たか、ありがとう。バイビー。また夜ね。ごめんね、マジでただ準備しただけだった。寂しかったのよね。またね。おやすみ。おやすみじゃない。いってらっしゃい。疲れんこーん。ありがとう。